言ってばどうしちまったんだぜ。呼ばいなんてスケベ入道はやることが違うんだぜ。そこまで言ったつもりじゃないんだぜ。 あたいの方こそ悪かったんだぜ。旦那は呼ばいを仕掛けられる側ってことを忘れてたんだぜ。内緒なんだぜ。あたいをなんだと思ってるんだぜ。なんかすっごく失礼なことを考えてるんだぜ。別に怒ってないんだぜ。そんな風に思われるあたいにも責任があるんだぜ。部屋に戻らなくていいんだぜ。そうなんだぜ。だったらちょっとお言葉に甘えさせてもらうんだぜ。駿府での戦いも激戦だったんだぜ。旦那たちには貝からずっと世話になりっぱなしなんだぜ。その当たり前ってのがすごいんだぜ。それに今回は旦那たちがいなかったらカオル様や夕霧様は無事じゃなかったんだぜ。旦那は武田にたくさん力を貸してくれたんだぜ。本当にありがとうなんだぜ。でもこの後あたいたちは旦那たちとは別行動なんだぜ。正直もう旦那たちがいない武田軍は想像できないんだぜ。寂しいわけでもないし、軍がダメになるわけでもないんだぜ。旦那たち抜きでも、あたいたち武田が遅れを取ることはないんだぜ。でも、今度の戦いは、今回よりもずっと過酷で厳しい戦いになると思うんだぜ。正直、あたいはどんな戦いになるのか見当もつかないんだぜ。
それは、まあ、うん、わかってるんだぜ。あのな、だな。ごめん状っていうのは、鬼の奴らと戦う意志があれば、旦那の嫁になれるってんで、合ってるんだぜ。あたいはまだ何も言ってないんだぜ。何勘違いしてるんだぜ。まったく、旦那は早とちりすぎるんだぜ。あたいはご免状のことを聞いただけだってのに。で、どうなんだぜ。会っててよかったんだぜ。あたいってば、嫁って言ったら個々のことしか考えてなかったんだぜ。だから、あたいが誰かの嫁になるなんて考えたことはなかったんだぜ。あれは恥ずかしかったんだぜ。だいたいこんな時に来る旦那もちょっとは悪いんだぜ。あたいなんて切り出そうかここで考えてたんだぜ。ここまで来て切り出すも何もないんだぜ。旦那はたらし入道なんだから察してほしいんだぜ。あたい女らしくないし、とりえと言っちゃ赤備えの将ってことだ。鬼と戦えるくらいしかないんだぜ。ここみたいに美味しいご飯も作れないし、ケンスケ隊のみんなみたいに旦那のすぐそばにいられるわけでもないんだぜ。そのあたいでも嫁になっていいんだぜ。筋なら無理しなくていいんだぜ。旦那。あたいなんかでよければ。